学校図書館法は学校図書館の設置及び運営について規定している日本の法律である。法令番号は昭和28年法律第185号1953年8月8日に交付された。学校図書館法は学校教育において書くことのできない基礎的な設備であることに鑑み、その健全な発達を図り、もって、 学校教育を充実することを目的とする。同法第2条により、学校図書館が次のように定義されている。この法律において、学校図書館とは、小学校、中学校及び高等学校において、図書、資格聴覚教育の資料その他学校教育に、必要な資料を収集し、整理し、及び保存し、これを児童または生徒及び、 教員の利用に供することによって、学校の教育過程の展開に寄与するとともに、児童または生徒の健全な教養を育成することを目的として、設けられる学校の設備を言う。学校に、学校図書館を設置する義務、学校図書館の運営、司書教諭の設置及び、資格、学校司書の設置、設置者の任務並びに、国の任務について規定されている。 1953年制定時には、専門的職務を司らせるため、司書教諭を置かなければならないとされながらも、当分の間、司書教諭を置かないことができるとされて、配置が進まず、1997年6月11日の改正において、ようやく12学級以上の学校には、司書教諭を置くこととなった。2014年6月20日の改正では、 現在の第6条が新設され、これまで法的根拠のなかった学校図書館担当職員と呼ばれてきた学校司書について初めて明文化し、学校に学校司書を設置するよう努めることが義務付けられた学校図書館法の解放法体系。ありがとうございます。